先輩も乗ってましたし、 AKB さんも乗ってましたね。こんばんは、こんばんは。やばい、全部読めない。トレサバさん、お花ありがとう。キャムかわいい、ありがとう。明日はいよいよ放課後ホームルーム。今日はレッスン。そう、レッスンしてきたよ。明日は放課後ホームルームだよ。そう、カスミンと一緒。カスミンどんな服着てくるかな。かぶってたりしたら面白いな。放課後ホームルーム楽しみで、夜しか寝れないのは正常です。それはそれは正常です。待って、テロップを書こう。OK、 書けた。なに、あ、読めない。なに、一応フラッシュ買ったのだから全部読んでる。まだ STU のページにたどり着けてない。たどり着いてないの。最初に私さ、なんか見たいのがあると最初に見ちゃうかも。フラッシュ確かに STU はね、後半だったもんね、出てたの。そうだよ、もうちょい読み進めれば会えると思う。マキさん、お疲れ、ありがとう。レッスン頑張ってきたよ。こんばんは、こんばんはです。今日雨すごかったから、髪の毛ペタン、なんかペタンっていうかホワホワってしてて、前髪はペタンってしてたから、前髪だけちょっと綺麗にしたんだ。おお、こんばんはです。今日ね、15分しか撮れなかった。そう、3期生の放課後ホームルームは2人一緒の場所でやる。そう、2人一緒にやるのよ。そうなの、かすみんと一緒に話で、今日とかさ、あれだね、あのレッスン最初の辺向けてて、途中から放課後ホームルーム終わってきた日とかさ、来たとか、あと昨日やった子もいたからさ、ちょっとホームルームどんな感じか聞いてみた。なんか名前が昨日あの配信来てくださってたか教えてくださったのは、名前がフルネームでの表示らしくって、そう、でもなんか今日ゆいかちゃんに聞いたら、フルネームじゃない人もいたよって言ったから、多分明日参加する方、フルネームじゃなくてニックネームにも多分変えれると思いますよ。何、いつ見てもすっぴんや。そう、いつも見ちゃう、いつも見ちゃう、ほんとすっぴん。まちゃん、ハートありがとう。だから本名ではなく、あのニックネームしたいよって方は多分ちょっと構えばできるんだと思う。ゆいかちゃんがフルネームの方もいたよって言ってたから、今日6月6日、ギフチャーの日ね。今日6月6日、私のオーディション番号66。なんか私朝6時6分とかにスクショとか携帯でしようかなって思ってたけどさ、寝てた。普通に寝てた。ああ、なにちょっと待って、読めないわ、いっぱい。ルーラー本名じゃないとダメな、え、そうなの、ルーラー本名じゃないとダメなの、え、そうなの。そうなの。なんか結構ニックネームの方もいたよって教えてもらったから、6666ってパチパチやないんかいみたいなね。6666いいね。明日は放課後ホームルーム対戦よろしくお願いします。お願いします、待ってます。6時6分早いね。ね、6時6分はさすがに起きれなかったよ。ギフちゃんだ、ギフちゃんだよ。フルネームは後ろにカッコつき、あ、カッコつき、なるほどね。決済しないとお話できませんよ。お話し会の決済お願いします。いつもありがとうございます。やばい、いっぱいある。今休暇以外に本名がバレてるから大丈夫だよ。本名もバレてる人か。本名確かにね、こういう配信のお名前って基本皆さんね、フルネームの方もたまにいらっしゃるけどね、珍しいですもんね。ズームは仕組み上名前の確認ができないからフルネームで、あ、なるほどね、そういうことが確認でか、なるほど。でもね、私たちはあれだね、そうニックネームでさ、ニックネームと顔で一致みたいなとこもあるからさ、そうフルネームだと、でも覚えたらと思うけど。こんばんは、こんばんはです。そうね、ニックネームの方が覚えてるから、フルネームを覚えるってあんまないね。こんばんは、こんばんはです。今日は話せないね、55までだから。54分で15分か。まああれだ、テロップ出たら、テロップで
まあ50分ぐらいになったら誕生日して、であれだね、でテロップ出たら終わろうかなって思う。何だから多分だからうまちゃんなんだって感じは。あ、なるほどね、そういうことか。急に何斉藤まるまるとか佐藤まるまるとか出てもいや誰ってなりやすいよね。それね言ってたね、今日の子がね、普段ニックネームでそう覚えてるからフルネームってなると難しいよねって。またお店で息を吸う曲が流れてた。今回は軽く歌ったのでも私はあの前流れてた時はゆいかちゃんと二人でいたんだけど、あの歌わずに軽く踊った軽く踊ったよ。高橋さん星ありがとう、流れ星。こんばんは。こんばんです。ニックネームしてたメンバーの前で本名言わせると、ホームルームの思い出。そんなことあるんだ。そんなことがあるのね、面白い。だって九州大雨し、あさって九州四国大雨らしい。あ、雨すごいのか。気をつけてねみんな、あの変に川を見に行ったりしたらいけませんよあのの本名でエゴサしたら楽しいとか。あしあし、そんな。こんばんは。踊るんかい。そう踊った私は気をする心。僕が丸々さんとか参加しないのかな、お母さんとかお父さんみたいないや多分大丈夫だと思うけど。フルネームをメモ帳に書いちゃう。あ、それいいね。私そうお話し会来てくださった方全員そう書いてるから、隣にね丸々さんイコールなんとかかんとかみたいなそれも覚えちゃう、もしかして。奥田結菜でエゴサ楽しんでます。エゴサどうだろう。でもあれかな、メールの返信とかは特に見てるかも私。フルネーム書いちゃうの良さそうね、一緒に覚えちゃいそう。周りに聞こえない程度に軽く歌った、いいないいな。北新さんフルネームもしっかりメモってくれるそうなの、へえ。フルネームも、私もフルネーム書いちゃおうかなフルネーム覚えてもいいですか覚えちゃおうかしらね。いいね、なるほどね。フルネーム、こんばんは。こんばんは。やばい、15分って短い。あと2分でさ誕生日だよ。ついにユニアに本名バレちゃうのかね。こういうさ本名がバレる系のさ、あの本名がバレる系のイベントって今後もあるのかな。今回ぐらいなのかな。なんなサイン会で住所メモる、それはもうストーカーじゃないか。個人情報がね、かなり個人情報。フルネーム覚えてもいいよ、不参加不参加かい不参加かい明日ホームルームよろしくね、待ってます。待ってる。ホームルームはあれだよね、お話し会よりも長く2分間お話しできるもんね。コロナ前の会社サイン会は握手会、握手券ベースだったからホーム、あ、そうなんだ。コロナ前はへー会社、そうなんだ。サイン会サイン会でフルネーム、へーそうなんだ。時代の変化ってやつか。へー、放課後ホームルームがあれば常にバレる。あ、やっぱそうなんだ、放課後ホームルームがあるとバレやすいのね。ヒパックでプレゼント送るときはフルネーム書いてくださいって郵便局の人に言われました。そうだね、郵便局とか、そうだね、配達だと基本ね、匿名配送とかなんかフリマアプリとかだったらあったりするけど。さっきカナウとナオミョンのホームルーム参加したけど、カナウ俺の名前わからなかった、わかんなかった。それはつらい、それはつらい。どうだったカナウとナオミョンとどうでしたか。メール来た、お、よかった。メールメモじゃなくてカメラで撮影できたら顔も正確に、そうできれば撮りたいよね。あー、こんにちは、1枚撮りまーす、パシャーって言ってあ、メール来た、メール来た。そう、そしたらね一番覚えやすいよね。覚えたいもん。名前名乗らずに本名で参加した今日の放課後ホームルーム。あ、今日本名、そうなのね、なるほど。やばい、時間がないからとりあえずランキング読みます。はいはいはい、行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、そうか、本名だもんね。本名ね、本名はね、あん
まりあまりね、なんていうの、応援してる人にね知られるってそんなないもんね。本も、はい、ということで16位以内の方読んでいきます。16位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。15位、夏のパン祭りあとお勤めお勤めみ、やっぱり金末助かるわさん、ありがとうございます。お勤めみ惜しいな。14位、長子さん、ありがとうございます。13位、たかし6644さん、ありがとうございます。66だ。次が12位、なるみあとさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます。次が11位、スプマーテさん、ありがとうございます。トップ10に入ります。いきます。10位たまあとつまみさん、ありがとうございます。今日あれだよね、あのいっぱいメールの返信あのしてくれてたの見た9位きよ兄さん、ありがとうございます。次8位、うまちゃん本名もよろしく、あとやみず&つまみさん、ありがとうございます。本名も一緒に覚えます、ありがとうございます。次が7位、ラベンダーさん、ありがとうございます。次が6位、ヤマシンさん、ありがとうございます。トップ5、5位、青木地さん、ありがとうございます。4位、ヤオトンあとつまみさん、ありがとうございます。ってことで3位内入ります。3位、ドグラスさん、ありがとうございます。次2位、たかしあとつまみさん、ありがとうございます。じゃあ1位発表します。いきます。はい、今日の配信ランキング1位はトラサマさんです。ありがとうございます。ありがとう、トラサマさん。ってことで、ちょっと待って、お時間ないけどボードを書きましょう。いきます。ちょっとね、まだ上手じゃないけど日に日に上手になっていくと思うよ。先輩方とかのを見て学ぶのもいいかも。なんか変な音鳴った。また変な音鳴った。あーちょっと違う、イメージと違う。ね、どうしようかな、ひろた。どうしようかな。今日こっち向きにしてみようか。あ、くしゃみ出る。さっきくしゃみ最近出てないって言ったけど今出そうになった。ないけどボードは書きたい。次がランキングが変わってしまった、申し訳ない。とりあえずさっき読んだ時ので書きます。いいんじゃない、いいんじゃない。やばい、うまくいかない。こう、こう消せばいいんじゃないかな。で、こっち、お話、明日何のお話しようかな。でも明日でさ、明日になったらさ、ちょうど誕生日まで私1ヶ月だよね、7日だから。やば、もう誕生日ちょっとじゃん。あ、15分出た。今日が6月6日。書いとこう。
感じでいいかな。やばい、時間がなくてあまり上手じゃないけど、はい、今日はこんな感じで出来上がりました。ちょっとランキング変わっちゃったけどはい、こんな感じです。まず3位ドグラさん、そして2位タカシさん、で1位パラサバさんですね。ありがとうございます。今回はあれです、6月6、まあ私のオーディション番号だし、それも込めてここは6月6って書いて、久々にギフチャーの6って久しぶりに書いてみた。ありがとう、サイン内の方もそれ以外の方もありがとうございます。今日はちょっと特別だね特別な日です、ありがとうございます。今日6月6オーディション番号の日です。ではちょっとメールのお時間がやばいのでこの辺で終わってしまいますが、皆さんありがとうございました。この辺で終わります。じゃあねー、ありがとう終わりまーす。また明日ね、明日はもうちょい時間取れるから、バイバーイ。あ、変なとこ来た。